Welcome back. Thank you again for watching. 2 days ago, we reached 2,000 subscribers, and I would like to thank all of you who support me. Remember to take part in the giveaway if you want. And today we have Code Chapter 2. And to be honest, I really never cared for Code before, but by now I really do love him. He's incredibly cute, and I dig his voice actor. Also, I will be adding another game to my channel soon. If you want to know more, please check out the community tab. ね、歩けそう？そっか、じゃあ次に行く？今度こそ君の好きなところに付き合うよ。さっきは俺ばっかり楽しんじゃったしね。ちょっと暗い空気にもなっちゃったから、賑やかそうなところはどう？うん、そうだね。となると、あっちかな。ちょっと、ホラーチック？これはお化け屋敷に期待だね。まあ嫌いじゃないかな。でも行く理由が大体仕事だからさ、思いっきり楽しんだことはないかも。さあロケとかでね、楽しむは楽しむけど、やっぱりプライベートとは少し違うし。ルキ君たちと？わ、想像したら思ったよりシュールだった。だって男4人で遊園地だよ。楽しいとは思うけど、ちょっとむさ苦しくない？そこに君も混ざってくれるって言うならいいけどね。こう一点ってやつ？もちろん俺は君と二人っきりでも全然いいけど、普通のデートっぽくてよくない？うん、そうしよう。ねえ、今度行こうよ遊園地。さっきのお詫びもするからさ。なんで？そういうこと。アイドルの俺に気を使ってくれてるわけね。そんなの別にいいよ。騒ぎたいやつは勝手に騒がせとけばいいの。それにさ、むしろルキ君たちと一緒の方が目立ちそうじゃない？いろいろな意味で。君は嫌？俺と二人で遊園地。じゃあ行こうよ。カーニバルが終わったら二人で。約束ね。で、どうする？とりあえずここで遊んでいく？それとも別の場所に行ってみる？Okay, じゃあ行こう。 I remember that many people thought the voice actor of the candy store was very funny. Well, then buckle up for the following because I almost fell off my damn chair. お化け屋敷にゲームセンターで、あっちには観覧車か。雰囲気は違うけど、アトラクション自体は普通の遊園地とそう変わらないんだ。いやお嬢さん。わお、ピエロだ。こんばんは。サントノレは初めてかい？そっちの彼も？うん、そうだよ。二人とも初めて？だったらまずはこれに乗らないと。空飛ぶ魔法の絨毯、その名もマジックラグ。
別に珍しくもないけどね。ヴァンパイアなら普通に飛べるし。けど君は乗りたそうだね。うん、いや、お姫様がお望みなら俺もお供いたします。はい、それでは2名様、空飛ぶ魔法の旅へご案内。ねえねえピエロさん、アトラクションっていうからにはただ乗るだけじゃないんでしょ。その通り。君たちはラグに乗って星を拾ってきてもらうよ。そう、二人で協力してね。君たちが仲良しならきっとたくさんの星が拾えるはずだよ。へえ、そういうことなら絶対成功させないとな。だって俺たちすっごく仲良しだからね。なるほどなるほど。それじゃあ二人の愛の絆を見せてもらおうかな。頑張ろうね、エムネコちゃん。Usually there would be a mini game here. You have to collect stars on a flying carpet with Yuri. やったね、エムネコちゃん、クリアだって。しかもこれってもしかして大成功？その通り、大成功です。おめでとう。ねえピエロさん、何かご褒美とかないの？成功したんだから商品とかさ。ご褒美？あんなに頑張ったのに。頑張ったらその分ご褒美をもらうのって普通のことじゃない？確かに。じゃあとっても仲良しな君たちには特別にあげちゃおうかな、ご褒美。わーい、やったね。ありがとうピエロさん。ほらね、行ってみるもんでしょ。それでそれで、ご褒美って何をくれるの？このラグに乗ってカーニバルを上空から楽しむ権利だよ。それだけ？しょぼくない？他の誰にも邪魔をされない、二人だけの特等席だよ。どう？なるほどピエロさん気が利いてるね。でしょ。どうぞ彼女と良い旅を。行こう、ほら手貸して。ねえ、俺に捕まって落っこちちゃったら困るからね。怖いの？下ばっかり見てるからだよ。空を見てれば怖くない。なんなら俺の顔を見てる？じーっとさ、少しはリラックスできるんじゃない？あ、ねえ見て、あそこルキ君たちがいるよ。おーい、ルキ君、ユーマ君、アッサ君。ああ、ユーマくんってば食べてたもの落としちゃってる。ねえ、楽しい？そっか、ならよかった。変なの、なんで2回も行ったの？ありがとうございました。またおいで。正直どうかなと思ってたけど結構楽しめたね。君空を飛びたいの？なんだ、そんなことなら俺に言ってくれればいつでも叶えてあげるのに。
お姫様抱っことかしてさ、二人でさっきみたいに空の旅っていうのも悪くないよね。君と一緒なら空でも海でもどこでもいいけど。じゃあどっちも行こっか。空も海も、ああ山もかな。またデートの約束が増えた。帰った後が楽しみだな。ああ、はしゃいだせいか喉が渇いちゃったね。ね、ちょっと休憩しない？あっちにカフェがあったよ。行ってみよっか。エムネコちゃん、ありがとね。俺を選んでくれて。